TOEIC とか100点台のやつなんか初めて見ましたよね。もうだって平均が200点台とかですから、どうせ試験が始まったらほとんどの生徒が寝てしまう。中2の英文法って理解できないんだなってことが分かります。だから日本人のほとんどって中2の文法でつまずいちゃうんだ。Hello there、 始まりました。アンマキャスチャンネルです。今回はですね、フラン大学の授業ってどうなのっていうのを話していきたいかなと思います。まあ結構ね、フラン大学でも教えてましたので、その時の経験を話していこうかなと思いますね。フラン大学なんかないとかっていうので、うちのサブチャンネルに書きましたけども、ね、いろいろ揉めていますが、まあ誰でも入れてしまうような大学っていうのは存在することは存在します。で、まあそんな中の1個で昔ですね、教えていましたんで、その時のことを話そうかなと思います。最初はまあ度肝を抜かれたって感じですかね。こんなにできないし、こんなに勉強しないんだなっていうのが印象でしたね。自分はTOEICのクラスを担当してたんですけども、宿題はまずやらないですよ、基本的に。宿題なんかやってこない。そして、まあ、小テストだったんですけど、毎回ね、ちゃんと単語勉強してきて、もうその単語さえできればね、多少TOEICの点数って上がるので、とにかく単語はやってきてくれと、まあやってこない。単語テストがもう単語帳やってくればめちゃめちゃ簡単に点が取れるんですけど、全然やってこないです。まあ、クラスがね、分かれていたんですよ。上のクラスと下のクラスで、まあ、上の方のクラスと下の方のクラスを一つずつやってたんですが、下はやっぱね、もう半端ない。もう桁違い。だって来ないもん、授業に。来やしない。まあ、1年生の方がね、まあ、まだ真面目なんで、まあ、これはどの大学でもそうですけど、1年生っていうのは真面目なんで、1年生の出席率は前期ぐらいは高めです。2年生の下のクラスになると、もうやばいです。ほぼ来ないですね。必修ですよ。20何人のクラスで、最後結局3人来てたの。で、3人しか来なくて、合格したのが1人だった。これ点数がもう決まっちゃってるので、この点超えないと合格できないっていうのが決まってたんで、それを超えたのがたったの1人でしたね。別の年には超えたけど出席が足らなかったって人もいましたし、何回まで休んでいいって決まってるから、5回ぐらい休めんのか。最初ずっと出席して、で目標点超えました、これで単位いきますってなったら、あと全部休みとかね、そういうやつもいるんですよ。成績 A とか B とかどうでもいいわけですよ。取れればいい単位を。TOEIC とか100点台のやつなんか初めて見ましたよね。だいたいもうだって平均が200点台とかですから、すごいんですよ。そもそも受けさせなきゃいけない。まあこれね、別のエフランで教えてた先生も言ってましたもん。そのTOEICのまあ団体受験っていうね、 IP テストっていうのがあるんですけど、それを受けさせるのがまず超大変。名前書いたりとか最初の準備するのでもう大変。それができたらもういいんだっつってました。どうせ試験が始まったらほとんどの生徒は寝てしまうから、とにかくまずは名前を書かせることが重要っつってました。まあこういう状況だとですね、まあ絶望するんですよ、先生が。もうTOEICの授業だけどTOEICなんか教えてらんないから中学校の文法をやってますとかね、スピーキングの授業だけどスピーキングが全くやってないとか、そういう先生たちもいっぱいいました。期待値というか、大学生だからこれをやらせなきゃいけないとかですね、こういう授業をしてこうなってほしいとかって思うけど、その期待に添えないんで当たり前ですけど、先生たちが辞めてってしまう。やっぱりなあなあでやる気がない先生たちが残るっていうですね、そういう悲しい状況だった。もちろん教授とかは違うかもしれないですけど、非常勤で働いてる先生たちっていうのはそういうのをすごい悩んでいるわけなんですよ。まあ自分も最初の頃はね、そういうのでええって思いましたけど、でもだんだん分かってきました。そもそも高いものを期待しすぎなんだな。英語の先生やってるってことは、英語ができた人、英語が好きだった人ですよね。だから分かんないんですよ。なんでできないのかとか、なんでこんなに勉強してこないのかっていうのが理解できない。まあ大学で教えてるぐらいですから、当然、まあ英語はすごいできるし、さらにね、いい大学出てる人が多いんですよ、当然。今やね、修士号持ってないと、非常勤やるってこともできないですからね、普通はね。で、まあ気づいたんですよ。中2の英文法って理解できないんだなってことが分かりました。だから日本人のほとんどって、中2の文法でつまずいちゃうんだなってことがよく分かったんですよ。それでもなんか中学校って文が短いから暗記でいけちゃうんですよ。だからその苦手なこととか何ができなかったかっていうことに気づかないでいってしまうっていう人が実は多いんだってことに自分が気づいたわけですね。で自分はそれで高1の時につまずいているので全然文法を理解できないですね。英語の文っていうのがどうなってるのか全くわからんっていうふうになってるので辛さがわかるわけですよ。なんでわからないのかとか学生の気持ちが分かったので、だからそこまで辛くなかったんですよ。まあ、じゃあ具体的にどういうことなのかって言ったらですね、準動詞ってものがわかんないんですよ。だから to 不定詞って出てくるじゃないですか。 to 不定詞の名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法ってやるんですけど、そもそも形容詞も名詞も副詞もなんだか分かってないのにあれをやっても分かんないわけですよ。塊で名詞の働きをするんだよって言ったって理解できないわけですよ。そもそも塊って何ぞやって。一単語だったらなんとか理解できるけど、塊でこういう働きがあるんだよって言ったら急に分かんなくなっちゃうんですよ。で当然こういうものが分かんなければ先進めないじゃないですか。同名詞とかね、分詞とかって出てきて、関係詞とか接続詞とかって出てくるわけですけど、あれも塊で何かしらの役割をしているものじゃないですか。でそれって分かんないんですよ、どういうことなのか。だからもうここから先には進めないんですね。ということはどうなるかっていうと、自分で勉強したりとかしないですから、宿題もやんないですから、理解できない、勉強しないっていうことでなかなか先に進まないわけなんですよ。でまあ一応教えます、ちゃんと自分自身も。まあ、いろんな方法はあるので、それでも塊ってものを理解させる方法はあります。で上のレベルのクラスとかだったらまあ理解してくれます。ただね、夏休みとか挟んだらもうゼロになって戻ってきます。まあ、そこはもうね、受け入れなければいけません。これはしょうがないです。やらないんですから。語学ですから、やっぱね、触れていかなきゃいけない。で、まあね、こうやって言うとね、何言ってんだよ、そんなこと。まあ、そんな英語なんて別にさ、必要なわけでもないんだしさ、そんな別に他の学部の人だったらそうなってもしょうがないじゃないですかって言うかもしれないですけど、これ、英語専攻の人たちの授業ですからね、今全部話してるのは。英語専門で、ゼミとかも英語のゼミに入って卒業して学位を取っていく人たちの話ですからね、これね。英語専攻してりゃ英語ができる、そんなことは全然ないんですよ。中二文法ってむずいんですよ、ね、日本語だって理解できないし、いろんなものがまあよくねツイッターでネタとかにしてましたけど、日本語理解できない。まあ一番びっくりしたのはね、コースとか出てきて、ほら A コース B みたいになった時に、ここに因果の関係が成り立つんだよっつってね、板書したわけで、因果っていうふうに書いたら、そしたら「先生大きい果物ってどういうこと？」って言われたんですよね。もうね、ぶっ飛びましたよね。完全に漫才みたいな授業になりましたね、途中から。生徒が言ってきた天然ボケにツッコミを入れるっていう、そういう授業でしたね。いや面白かったですよ、楽しかったです。なるほど、自分には思いつきもしなかったようなそんな発想があるんだっていうので、だいぶ楽しんでやってましたね、自分は。でも教えなきゃいけないし覚えさせなきゃいけないんで、まあだから帰れま点方式で授業をしてたんで、こっからここまでですね、覚えるまで帰れませんみたいなね、ほぼ単語でしたから私の授業は。90分の授業の半分以上は単語やってましたね。で最終的に今日の授業で出てきた単語っていうのを覚えるまで帰れませんって言ってテストやってって、それでね、テストで合格したらはいおしまいみたいな感じでやってましたね。でまあね、授業中もね大変ですよね。やっぱね携帯みんないじっちゃうんで、この電子辞書あって、この電子辞書の裏に置いてんですよ。もう電子辞書でこんな動きないだろうみたいなですね、そういうのがあったりとか、まあ、基本携帯いじるか寝るかその中でちゃんと聞かせるっていうのはなかなかでしたね。だ生徒もいろいろで、まあやっぱねやめちゃう人はどうしても出てきちゃう、途中でいなくなっちゃうっていう人は必ず出てはいましたね。あとはまあキャバクラとかで働いてるっていうので、やっぱもう朝起きてらんないみたいなね、人もいたし、まあ、タクシーでね通学してるやつとかもいましたしね、どんどん身につけるものが高くなっていくみたいなね、そんなやつもいましたよね。なかなか大変でした。まあ、どうすりゃいいんだって言われても僕には解決策は浮かびませんが、まあ、こういうのが実情なわけですよ。そこに全然驚くことはありませんし、自分自身ね。そういうところで働く非常勤の先生たちが結構心を病んじゃう人が多いんですけど、そういうものだと思ってください。やっぱりね、自分ができたっていうので他の人もできるんじゃないかっていうふうに思いがちなんですよ。特にまあね、語学ってそういうふうになっちゃうんじゃないかって思うんですけど、まあ、自分自身はその語学っていうのは運動とも近いと思ってるんで、その体育でやっぱりうまくいかないとか楽器がうまくいかないとかっていうのはですね、結構まあ諦めがつく人が多いけど、語学に関しては諦めがつかないでやればなんとかなるんじゃないかって思ってる人が多いっていうのが現状なんです。で、自分はそうは思ってないので、勉強だってやれば誰だってできると思ってないので、アイドルになるとかスポーツ選手になるとかと比べたらよっぽど平等だと思うんで、勉強はやる価値はすごくあると思ってます。でもみんながみんなできるわけじゃないっていうですね、それをちゃんと分かっていくっていうのが、まあ教える側としては重要なんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから自分は楽しんだし、学生たちも楽しんだんですけど、あまりこうすればなんとかなる、自分だったらこの人たちを変えることができるんだみたいなね、金八先生的なスタンスで臨むとちょっと大変かなっていう印象ですね。はい、ということで、自分が教えてたですね、フラン大学どんな感じだったのかっていうのについて話してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.